鹿島アントラーズニュース。2022年7月2週、鹿ニュース第8回目です。今週の鹿島のニュースを見ていきましょう。今後も週刊で鹿島ニュースを配信していきますので、ぜひチャンネル登録を。本日の目次はこちら。好きなところから見てね。7月2日、J リーグ、第19節、柏レイソル戦。試合開始前の状況ですが、5位の柏レイソルとのアウェイ戦でした。ここで上位陣を叩き、一気に勢いに乗りたい試合でした。上田綺世が移籍し、攻撃陣に不安があった鹿島アントラーズ。結果としては、2-1で勝利でした。ミンテのヘディングによるゴールと、鈴木優真の突破からの PK 獲得。J リーグ、1年ぶりの、ゴールのエブエラウド。試合後は両チームの選手が、倒れ込むほどの熱戦でした。7月6日、J リーグ、第20節、セレッソ大阪戦。声出し応援の検証試合でした。結果は、3-3の引き分け。攻撃面では、怪奇、鈴木優真、エブエラウドの、ゴールで3得点。こちらは、満足。問題は守備面ですね。ミンテのオウンゴールから、カウンターからの、2失点。マジで不安定ですね。去年からそんなに変わってないように、感じます。町田がいなくなって、去年より悪くなっているような気がします。なかなか、無失点で終わらない試合が、増えていてもやもやが続いております。チーム状況。J リーグ。20戦、11勝4敗5引き分け。勝ち点38で、2位につけております。しかし、第20節は、1位の、横浜が勝利し、鹿島アントラーズが引き分けたことにより勝ち点が、5に開いてしまいました。横浜とのアウェイ対戦では、勝利が、必須です。3位川崎は第20節が、中止となっており、1試合少ない状態で、勝ち点差4となっております。ルブアンカップ。プレイオフステージ敗退で、今年のルブアン奪還は、ございません。来年に期待、天皇杯。3回戦突破中、ベスト16です。残り4連勝で、タイトル奪還となります。次戦となる4回戦は7月13日、ホームで、ガンバ大阪戦を迎えます。ニュース。上田綺世、のサークル、ブルージュ KSV 完全移籍合意。先週金曜日の朝、上田綺世選手の完全移籍のニュースが入りました。なので、先週の鹿ニュースでは入れることができませんでしたので、今週に入れます。いやー、海外移籍はあるとは思っていましたが、いきなりだったし心の準備ができていませんでした。勝手に冬まではいると思っておりましたので、でも、移籍先でも頑張ってもらいましょう。日本代表のフォワードになってもらい、日本代表人気復活に貢献してくれ。7月10日、J リーグ、第21節、コンサドーレ札幌戦。アウェイでの、札幌戦となります。ホームでは4-1で解消しておりますので、アウェイでも解消を、7月12日。船橋、優、選手誕生日。って、鹿島公式と域の情報が違っている。これは鹿島公式が合ってるんだよね。どっちが正解かがわかりません。ということで、船橋、優選手の誕生日が12日だということで進めます。船橋、優選手は、ボランチの選手で少しずつ出場機会を増やしてきておりますね。ピプカ、樋口のいるチームで出場しているのはすごいと思います。今後は、アシスト、ゴール、に、期待ですね。ちなみに同じ誕生日の、人は、ハメス、ロドリゲス、です。7月16日、天皇杯、3回戦、ガンバ大阪戦。ホームでの対戦となります。今年多くの対戦を、しているガンバ大阪ですが、対戦成績は良い感じなので、期待です。今年は3度対戦しており、すべて、2点差以上の差で、勝っております。期待しましょう。終わりに、今回、試合後などにチャンネルのコミュニティで、少しアンケートを取ってみました。柏戦後、のアンケート。個人的 MVP は誰？総投票数285票。トップ投票は鈴木優真の、78%、
彼が、チームの大黒柱となっているのが、わかりますね。セレッソ大阪戦のアンケート。引き分けになり、下記の補強ポイントとなる、センターバックの、補強案ですね。補強してほしい、センターバックは？で戻り、総投票数は241票。正次元、が 39%。町田、と、上田、が、20% 強となっておりました。ネタとして入れた、岩瀬大樹、大先生、が、14% と検討しておりました。正次元に関しては、今鹿島に足りないディフェンスリーダーとして、ぴったりの補強に感じますが、どうですかね？ご意見お待ちしております。ぜひ、今後のアンケートに参加していただくために、チャンネル登録をよろしくね。